ドラケン君って。ああ。マイキー君のことめちゃくちゃお世話してますよね。そうか。してますよ。この間もマイキー君のためにお子様ランチの旗まで用意して。お前、え、なんでそれ知ってんだ。それはですね、もしかして俺たちをつけてたのか。え、いや、それは気づいてたけどな。は？なんだあのヘッタクソの尾行、あれでバレてねえつもりなのか。まあマイキーは俺が見てねえと危なっかしいからな。マイキー君とドラケン君っていつもどんな感じなんですか、学校とか。そうだな、まず8時半に朝起こしに行く。いや、もう間に合ってないじゃないですか。給食に間に合えばいいんだよ。で、給食の時間になったら起こす。また起こしてる。給食の時間は注意が必要だ。なんてったって好きなものでねえとあいつ暴れるからな。暴れる？あいつ寝起き悪いくせに起こされると機嫌悪くなるからよ。めちゃくちゃじゃないですか。で、好きなものって。ああ、きなこ揚げパン。それ月1回あるかないかですよね。まあ他にもちょっと好きなものあるから分けてやって。基本分けてあげるんだ。で、給食の後はあいつ腹いっぱいになるから寝るだろう。また放課後まであいつずっと寝るから、帰る時起こして一緒に当番の集会へ行く。学校の間ほぼ意識ないじゃないですか。マイキー君、学校行く意味あるんですか。お前何言ってんだ。学校は行かなきゃダメに決まってんだろ。まさに東卍の両親。意外と東卍の奴らみんな言ってるぞ。マジっすか。で、三ツ矢のところ行こうって思ったらその女がいつも邪魔してきてよ。お前いつもその話だな。だって本当にムカつくんだよ。三ツ矢は三ツ矢であいつらに甘えし。そりゃ部活中なんだから当たり前だろう。あ、ん、俺ポーチンじゃね。いや、これお前の犬。ああ、可愛いだろ。可愛かねえよ。ああ、可愛いだろ。わかんねえな。ドラケン、この犬の名前ポチって言うんだぜ。ポチ。ああ、この図体でポチ。やっぱパーチンってどうかしてるよな。ああ、どうかしてるってどういう意味だ。どう見てもこいつポチって感じじゃねえだろ。はあ、じゃあ何が似合ってんだ。もっとあんだろ。例えばピチピチポチ。ほら見ろ、やっぱポチだろうが。全然似合わねえよ。なんだよポチって。怖えんだよまったく。ったく、もう何回も会ってんのに全然懐かねえんだよこいつ。パーチンに似てバカなんだな。なんだどこら。バカにバカと言って何が悪いんだよ。なんだどこら。ペイヤン。ああ、こいつ頭いいぜ。なんでドラケンには懐いてんだよ。ポチか、かわいいじゃないか。おお、待て待て。よし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 。よし、ドラケンさん。お、もし俺に何かあったらポチ頼むわ。やだ。おい、そこは分かったって言えよ。え、やだ。そこは分かったというところだってのはゾウリムシ並みの頭のパーチンでも分かる話だぞ。そうだぞこら。だってやだもん。やだったらやだ。なんでだよ。いい加減なるのよバカ犬。本当に嫌われてるな。